レーザーをする時のレンズの種類について説明します。この2つは、まあ、緑内障手術や白内障手術でもまああるんですけども、黒い糸で縫った時、その糸をレーザーで切る、レーザーの熱エネルギーで切るためのレンズですね。平松はどちらかというとこっちをよく使うんですけど、まあ多分先生によって、まあ、どちらか希望のレンズを使うことがあります。この3種類はいわゆる網膜の光凝固をするときに使うレンズ、まあ、4つあるから4種類ですかね。まあ、それぞれまあ好みがあったり見える範囲が違ったりするので、その石によって使い分けていることがあります。でこのレンズに関して言うと、いわゆる光彩光凝固、緑内障発作のときですね、使ったりするレンズです。